今週もキャンプ場に来ました。連休のない限り毎週の金土日に来ます。今週強風予報がありましたが、やっぱテントにかけた防水シートが見えません。早く降りて確認します。ひどいな。ゴミ袋もこっちがある場所じゃないのに。でもリビングテントは問題ありません。暗くなる前に急いでセッティングを始めます。僕はキャンプジャーの盗難防止のためテントのあちこちに錠を設置しております。ベッドテントとつながるドアを開けておきます。風を防ぐシャワーカーテンも設置します。タープクリップで強く固定します。吹き飛ばないよう下のところに重たい石と砂利を敷きます。不用心に見えるが風もちゃんと防ぎます。また温かいキッチンも用意されました。吹き飛んだ防水シートも整理します。整理しながら分かったのは、ダイソーで購入したロープが擦り切れちゃいました。やっぱ100円か。キッチンも簡単にセッティングします。食器とゴミ箱もセッティングします。石油ストーブに入れる燃料もテントの外に出しておきます。持ってきた荷物もテントに運びます。セッティングが終わったと思ったのに、ストーブに燃料を入れなきゃいけないです。惜しげもなくいっぱい入れます。もうすぐ暖かくなります。だがサーキュレーターを使わないと顔だけ熱くなるのは秘密です。じゃあこれからはベッドテントのセッティングです。テント中にあった水とウェットティッシュがどこ凍ってしまい、ストーブ前に置いて溶かします。ベッドテントも無動力ファンで空気循環をします。布団も整理し、灯泊の間に置いてあった服もチェックします。無動力ファンが動き始めました。暖かくなった証拠です。一酸化炭素チェッカーの確認も必修です。そろそろ暗くなるので、あちこちにあるランプの電源をつけます。ロープにつまずかないよう外のランプの電源もつけます。こいつは電源入れたくて、充電式ギアが多いですが、今日は充電が必要なものがかなりあります。ものすごく面倒くさいです。でも僕は設備の担当なのでやらなければなりません。忘れる前に家から持ってきた食べ物も入れておきます。いよいよ最後のセッティングです。先週残っていた食器洗いとウォータージャグに水を満たします。
彼女のピックアップ時間に迫ったので急いで戻り、即座に出発します。キンユジョン駅に行くこの道は山を越えなきゃいけないです。マイルドなワインディングコースなのでスポーツモードで走ってみます。上泊の間何度も行ったり来たりしたコースだが、でも気をつけて走ります。A5、こいつ速くないけどコーナーリングが楽しいやつです。今日も安全に到着しました。帰りに近所にあるマートに寄って晩ご飯を買ってきました。ビールと似合うようなホルモン焼きです。やはりキャンピングにアルコールがないのはありえません。普段見れなかった番組を見ながら美味しく食べます。おしまいでイカ焼きも食べます。お腹いっぱいので寝る準備をします。じゃあおやすみ。目覚めたら雪が降っています。かなり降っております。この瞬間のため透明なウレタン窓を設置しました。で、これからオープンします。入り口を最初は外側に巻いてあげ、3分の2ところからは内側に巻いてあげたら雨や雪などが流れ落ちります。大満足です。仕事以外はドローンを飛ばさないが、この場面は撮らなきゃいけないので直ちに撮影に突入します。目に見える全てが雪です。彼女は最近流行っている雪かもを作ろうと忙しく動いてます。あちこち忙しく作り出してます。ちょっと遊んだらお腹減ってランチを作ります。今日のメニューはネギケジャンです。これからはデザートタイムです。休まず食べます。ちょっとほっとして僕のおもちゃを出します。雪景色見てこいつを出さなければなりませんでした。彼女は寒いそうでテントの中で音楽を楽しんでます。夜は久しぶりに火をつけます。日曜日です。2日間の遊んだ後の整理をし始めます。ものすごく飲んじゃいました。ゴミも整理します。
ゴミ分別は徹底的に、地球をきれいに。整理はセッティングの逆。きれいに降りて片付けます。次のセッティングが楽になるよう整理します。テントの戸締まりも徹底的に。野良猫が入らないよう重たい石を入り口に置きます。テントに入るよう前をオープンします。掃除と食器洗い担当の彼女が最後の整理をしてます。じゃあ今回のキャンピングはこれでおしまいです。帰ります。